はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は頭脳に関する話をしていきましょう。頭がいいと幸せになれるのっていう話ですね。まあ IQ が高いと幸せになれるかどうかって結構長年話されていることなんですけれども、これについてはとあるテレビ番組で、まあ、高学歴、まあ、いわゆる東大とかですねの人たちと、まあ、高卒だ中卒だという人たちとってですね、芸能人同士が議論を行っている番組があったんですよ。まあ、某有名なジャニーズさんの人がね、司会に入りながら入ってた番組なんですが、まあ、そのやり取りを見て心理学者の方がどっちの方がね幸福度が高そうかっていうのを判断するっていうね、まあ、ちょっとまあなんだろうな、ひねった感じの番組でした。で、結果その場ではですね、高卒中卒の方の方が幸福度が高いと。で、なんでかっていうと、今の幸せを追いかけてる傾向が高かったからなんですね。で、高学歴組っていうのは将来に対する不安が大きいっていう、まあ、傾向が高かったので、まあ、長い目で見た時にはやっぱり今楽しんでいる人たちの方がすごい幸せなんじゃないかっていう結論が出てたんですよ。じゃあその番組ではそういう結果が出たけど、果たして本当にその結果通りでいいのかっていうのが、今回の研究の話になります。で、知性と幸福の研究っていう話はずっとされてまして、で、これは33件の研究っていうのをまとめた結果が出てて、でしかも1980年代から約30年間かけて5万人を調査したという結果が出てるんですね。だからテレビ番組1本で終わった結果だけじゃなくって、5万人調査してみて実際はどうなんだっていうような結果が出てますよっていうところなんですね。じゃあ実際の調査結果はどうだったのかっていうと、バンということなんですね。知性が高い人の方が人生の満足度っていうのは高くって、で知性が高い方が仕事の満足度も高いっていう結果が出たんですよ。で、テレビ番組と真逆の結果だったんですよね。はい。え、それってなんでなんでっていう話をさらに深掘っていくと、頭の良さと人生に対する満足度の結びつきっていうのが、実は難しい仕事に取り組むことができるからっていうのが大きな理由だったそうなんですね。つまり複雑な仕事が人生の満足度との関連性が一番高かったと言えるということなんですね。はい。でですね、まあ要はどういうことかっていうと、仕事の複雑さってそもそも何っていうと、必要なスキルのレベルとか仕事の負荷とか仕事の内容をどれだけコントロールができるかっていうのは、頭がいい人ほど複雑な仕事を選ぶ、まあ要はつくことのできる傾向が高かったと。ってことは、まあ単純作業と比べるとやりがいもあるし、でやっぱりコントロールしなくちゃいけない仕事ほど収入がアップするということなので、結果として人生の満足度が高くなりますぜっていうことなんですね。で、頭がいい人たちの幸福感っていうのは仕事のやりがいに支えられてたっていうことなんで、加えて高収入もついてくるため、不安も将来長い目で見た時に不安も少ないという傾向だったっていうことなんですね。ただこういう結果は出たものの、低学歴だからじゃあ不幸になっちゃうのっていうと、高学歴と比べて若干満足度が低いっていう結果は確かに出てるんですけど、若干なんて気にするレベルじゃないということなんですね。はい。で、人生の大半っていうのは確かに大人の方々に関して仕事が占めるのは事実である一方で、別に仕事が生きがいだ、仕事のために生きるんだっていう人じゃない人たちだとたくさんいると思うんですよ。そういう人たちっていうのは家族とか趣味とかっていうのにいろいろ満足を覚えるポイントっていうのもあると思うので、どこに人生の満足度のポイントを置くのかっていうのはその人次第なんですよ。だから頭の良さだけで人生が決まるわけではないと。ただ仕事が絡んでくると知性が高い方がいいんじゃないかっていう結果は、まあ事実としてありますんで、まあどこに対して自分の幸せのポイントが置かれているのかっていうのをしっかりと見つけて、幸福な人生を自分なりに作ってもらえるのがいいんではないかなというのが今日のお話でした。ということで本日の動画は以上でございます。今日あっさりしましたね。はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。